欢迎来到自习物语。大家好，我是小林呆呆，好久不见，请多关照。大家好，我是富田健太郎，开心就好。大家好久不见，我是松道寛也。第1回は得意料理対決、リャン対はローストビーフ丼で、ローストビーフ丼。わぁ、チェンタイランは海鮮スープパスタ。おぉ、完成です。和風スープパスタ。ハンエは豚の生姜焼き、完成。これでなんか思い出に残ってることありますか？二度と生卵、中国の人に。一番最初の1話でジェン・タイランに僕に触れたら火傷するっていうのを定着されて、ちょっとそれ悔しいなって。あの時にイメージがついちゃったのかと思って、そこは後話で通したかったですね。おお、恐る恐る。手元見て、手元見て、手元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 。你帅哥，听不懂，听不懂。啊，あなたかっこいいよって。おお、あなたかっこいいよって。我没说吧？啊啊，听不懂。やれ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 。あいつに触れるとちょっと事故る。やけどするよね。やめよ。オッケーオッケー。でも半夜は火をつけ忘れたんだよ、第1回。もうできてます。できてます。え、いつの間にか忘れてる。今弱火で温め中ですね。もう一度。はい。あれ、ついてない、ついてない。適当なことばっかり、適当なことばっかり言って。いや、あれはあれは偶然です。あれはたまたまです。それは人はやっぱ一つや二つミスがあるんで、それがたまたまあの収録で収まっちゃっただけなんで。その割にはその後もすげえ多かったけどね、ミスが。確かに。まあそこはなかったことにしていただいて。で、第1回はあのリャンタイの肉が熱すぎて不評、ツテヤ君のカクさんにも投票してもらえずテンションダウンというシーンがありました。オープン、テン。大丈夫ね。今回の審査員は3人のツテヤさん。マジか。そんなこと。取るのやめてよ。俺の格さんなんだよ。俺の格さん取るな。3、2、1。ドン！おお！勝者はハイエ。いやあ！頑張る。大丈夫だよ。頑張る。相性、ここタックだから。ここタックタック。うん。俺の気持ちどうなるんだよ。俺はどういう気持ちで言ったらいいんだよ。对不起，对不起。我非常想选择小林的，但是他的那个肉片实在有点太大，然后我咽不下去。他连那都点不着呢。え、だからちょっと今取りたいんですけど、ちょっとなんか連絡しようかな、どうしようかなみたいなもの、わかります？嫌がられたら嫌だなと思って、ちょっと中国語もうちょっとなんか教えてほしいな、格さん時間あるかなと思いながら悩ましい日々です。好きな人。乙女じゃないですか。乙女じゃないですか。